エンゲディ国立公園にあるダビデの滝エンゲディは、イスラエル南東部の四海の西岸にある町で、観光都市である。旧約聖書の歴代史第二十二に、ハザゾンタマルとして出ている町と言われるほど、古い町である。語源的には、エンは、ヘブライ語でもアラビア語でも、泉で、ゲディは、コヤギで、エンゲディは近くに、オアシスがあり、コヤギの泉となる。エンゲディは、 イスラエル行動90号線が上司会の西岸を通るところにある。現在は、司海湖岸にエンゲディビーチがあり、西郊外にエンゲディ国立公園が、北郊外に司会文書が発見された、クムラン洞窟が、南郊外にマサダ要塞がある、観光都市である。エンゲディ街中には、エンゲディ器物が管理する、近くのオアシスの水と降り注ぐ太陽を利用したエンゲディスパーがあり、 多くの療養客、観光客が訪れている。また、エンゲディレースもハーフマラソンのシャロームマラソンとして毎年開催されている。エンゲディ旅行ガイドエンゲディ旅。ありがとうございます。